です。よろしくお願いします。はい、今響いて、はい、つきますよ。はい、つける前に今からみんな鬼になる。はい、多少きついかもしれないけど頑張って。はいはいはい、いいね、いいね。はい、頑張って。4グラムで嘘るよ、そんなに使うの。写真は忘れてはいけない。本が出てたら後悔するように。配りでも何回もやり直して自分の納得のいる感じにして出さないと多分自分が後悔するから。よし、いいんじゃないかな。今鮭に塩まぶしてます。まぶしてます。使いづらいですよね、慣れないキッチン。でもね、明日の朝には慣れる。ただね、このエビが2種類あって使い方。みりん大さじ1、砂糖大さじ1。はい。で、下の。こうして今何をやろうとします。上からプロセスに間に合うような材料を準備をします。鮭から。タッパーさんお呼びです。はい、わかめなんですけど終了です。ありがとうございます。じゃあ鮭のプロセスできるように私がこれ直しますので。はい、お願いします。はい、鶏肉もうちょっとだけ足してもいいですか。タッパーさんってお願いできますか。タッパーさんって左利き。はい、あ、そうか。ああ、だからか。そうそう、だから左利きで通す。いや左利きだとちょっとあれなんですか。いや、あの僕はね全然いいと思うんですけど、あの、まあ、本にするにあたってってことで読者が分かりやすいと思います。加えることによって味がちょっと薄くなる可能性もあるから、それでまた様子見、その方がいいのかな。あと2枚いる。だって2枚入れちゃいます。いいです。はい、多めの油で揚げた方が形が保たれます。じゃあパン粉は普通のパン粉でいいですか。粗めっていうか別に特別。はい、じゃあそれでバッタイク作るんですよね。こっちのボリューミーそうなので一番手前に置いて、はい、次に目立つのは2番目。油火ついてるから皆さん気をつけてください。はい、ライギに分かる。サクパンさん長いんだもん。パンさんでいいよね。お願いします。でも機能の不安、4つ目よりは全然なんか皆さんがフレンドリーで。今からみんな鬼になる。あ、そうなんですか。怖い。優しい。お母様、お箸でこの切れないやつプロセス使ってください。正直上がりです。はい、じゃあ台拭きますので、ね、セッティングお願いします。なるほど。お魚です。確かに。あれ、あそこが横にちゃうと。揚げたてだと相当美味しいよね。あら、うん、うん、いい。うん、ふんわり火入ってて上手。慣れないキッチンで嫌でしょ、焼いたり揚げたり。バタバタめっちゃします、ね。ドキドキしちゃうよね。うんうん、でもめっちゃいい。慣れないところはさ。プロの料理家さんとかの時ってどんな感じなんですか。やってることでも同じだよね、プロセスとって。緊張感あります、やっぱり現場は。私は常に緊張してるよ。本当か。写真は忘れちゃいけない。そういうこと言う人は絶対緊張してね。さっきも言ってたんですけど、片栗粉を一緒にもうちょっと固まると思うんですよ。今度片栗粉をつけたバージョンを一回やってみてどうなるかですね。はい、じゃあこいつらどうする。これがサッパーさんからいただいている、うん、昨日のブリの
食させていただいて、すごく薄いじゃないですか、はい、だから長く煮るとすごいしょっぱくなるみたいな。2分の1でこのぐらいっていうグラムを把握しておいた方がいいかな、はい、2分の1パックといっても売り方によって違うので。ああそうですね、うん、あのそこは確認していきましょう。今日売ってるパックを見て、はい、このぐらい使うすれば分量出した方が、何グラムって出した方がいいかな、はい、盛り付けは作パンさんのセンスを生かしてもらって、はい、分かりました。なんかやっぱりタンパク質がもう一個欲しいよね、ちくわがあるにしてもね。でも家庭にあるものって言ったら、卵でいくしかないよね。じゃあ今日はとりあえずここまでは打ち合わせできたので、はいはい、お願いします。あ、火を強めたと思うよ。鶏ガラもちょっと減らして、うん、塩も減らして。鶏ガラかな、鶏ガラもいらないかなと思うんですよ、うんうんうん、もう一回家で作ろうかな、うん、大阪帰って、うん、切った方がだんだん、うん、サクパーさん偉いね、うんうん、素晴らしい、うん、魅力的だね、うん、え、これ変わんないじゃん。なんかモデルの人から炭酸水飲んでますみたいな。私炭酸水炭酸水あれっす、うん、なんか爽やかな感じが、うん、美味しかった。肉が入ってるから正直言うと出汁いらないぐらいなんです、うん、はい、切り方とか、はい、結構そこは慎重に、はい、はい、タンパク質が欲しい。調味料ちょっと昨日、はい、うん、ちょっといいですか。いいよいいよ。大さじ1、はい、ポン酢小さじ2、ポン酢小さじ2ってことは 300g ちょっと使いました。一般家庭にはあんまないですかね。まあ、あってもわざわざ買うことはある。おはようございます。よろしくお願いします。ごめんね、重たいね。私も行きましょうか。なんであなたが行くの。ちょっとあっちゃん、誰が行くの。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。柿の種を行きます。はい、なんでちょっと仕事一回作ってきますよ。はい、つける前です。なんか新感覚な、私なんかいろいろバリエーションが楽しめそうです。
今日ホテル持って帰って食べれば。ダメだよ、外食したらって。外食ダメですよって。そうなの？でもダメですよ、今。ホテルでカレー頼めるんですよ。あ、ルームサービス？定期でココイチ食べてるんです。すごいね。ココイチなんか人生で一回しか食べたことない。なんか私物足りないんだよね、そこ。量が。量がね。はい、じゃあこのおもてなしのおつまみですね。お願いします。打ち合わせ。はい。照らし合わせないからわかんないんだけど、はい、朝これねコピーしてきましたってもらったの。そしたら見やすいわ。メモ帳の方に残ったままで、あるものはあるんですけど紙媒体にはできてなくて。あとエプロンね。どうしてんだよ。あー、こっち見て、ニヤニヤ。そうニヤニヤじゃない、ニコニコする。いや、うるうる出さないんだって。さきちゃん、このスマホさ、動かして平気、白ハンテープ取りたいの。あ、動かすよ。時間を置けばもっと染みるとはいえ、うん、今の段階で味が薄い。食べてみて、これはこのままではなんかちょっとね、繰り返しという、はい、今回やったもので検証がやっていただくと、はい、缶が出てから後悔するよりも一番いいですから。そうですね、大阪に帰ってからいろいろまとめてみて、現行期限まではしばらくこういう料理をローテーションに作るようにして。すみません、ではお先に。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰りたいでしょ。新幹線の新幹線で食べるおやつの。責任重大じゃない？昨日の最後のミーティングの帰り道でした。いや、でもね、でもそのぐらい大変なことなのに、本当本を出すんでね。そう、だから何回でも何回でもやり直して、自分の納得のいく感じにして出さないと、多分自分が後悔するから、はい、多少きついかもしれないけど、頑張って。ね、原田さんもほら、よく頑張ってるって昨日帰り来たよ。ただやっぱ初めてだからかわいそうだなって。でもきっと彼女ならやるんじゃないって。ね、品種とも今日最近全然違うし。せっかくだったら、ごめん、これ新品じゃなきゃあげるから。エスピに行き詰まったらこれ見て。これで、これで何か急げばいいんだな。ごめんね、新品じゃなくて。嬉しいです。お気に入りじゃないんですか？お気に入りだよ。今は嬉しいです。ありがとうございます。そういうお目当てにね、頑張ってね。はい、絶対殴れることがあると思うけど。今ね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ではでは、ありがとうございました。お忘れずに。はい。本当に。元気でね。忘れないでね、私のこと。一生忘れないで。一生くらいは覚えてよ。せめてね、はい、ありがとうございます。ちょっと気が緩んで、ね、はい、ちょっとぶったりしようかもしれない。あ、そうですね、でも手洗いがいちゃんとして。またね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。こっちからね。わかりました。すみません、ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。